ランニングマガジンへようこそ感想をに野です今回は昨日行われました、えー、全日本、えー、高校駅伝今回は男子、えー、こちらのシューズチェックをしていきたいと思いますまずですねえー、全47都道府県、ねえー、7区間で、えー、全生徒を入れると。 329名のランナーが、えー、京都都古寺を走ったわけですけれどもまあその329のうち、えー、どういうブランドを履いていたかというのが、えー、けまき、あの調べなんでねもし間違っていたら是非コメントですねこれもあったよと言っていただけるとありがたいかなと思っていますで今回は5ブランドだけ限定で見れましたですんでそのベスト5 これを紹介していいいきたいと思います。まず第5位。ニューバランスですね。と言ってもですね、僕が確認できたのは1個。まあ、半蔵はあるでしょうね。半蔵シリーズだけ見えたということで、フューエルセルはちょっと僕は確認できなかったかなというところで、まあ、1個かという感じが一つ、えー、言えたかなと思っています。続いて、 第4位と言いたいとこですけど第4位と第3位は同率、えー、5足、ま。でアシックスに関して言うとですね5足なんですけれども多分ソーティーマジックの例えば天下であったり、えー、新しい色であったりで、えー、タイプもそれぞれ違うのでまあばらつきがあるかもしれないというところで。 先に紹介させていただきましたけれどもまあ熱よいのも一つありますしやはり高知中央なんかはね、えー、同じようにアシックスを履いてた何個かいたりとかっていうやっぱり学校でこう固まってるケースっていうのが見受けられたのかなと思っていますさあドボリの第3位ですアディダスアディオスプロこれオンリーで5速ですねいやいや まあこれもね見落としがあるとは思うんですけども、え前の赤いバージョンとえ今回出た黄色いバージョンでえ履いている選手を見受けられたということで、まここはちょっと探しやすかったですね。色とかがね黄色とかなってくれれば、わアディダスなんだねなんていうところがえすごくこう印象的でしたし、まもうちょっとこれはねあの高校駅伝の場合は。 もし商品がね自分で買ってるわけですから色のばらつきも出てくるんでこれからどんどん出てくるとより面白いかと思っています。そしてて第がいた水で,すで水野に関してはちょっと僕1個だけわからないんですけどまあエンペラーなのかなっていうのが1人入ってましたしで、えー、デュエルネオこちらもですね 5名近くの方が履いていましたそしてですね印象深かったのがもう SP が3名ほど履いてましたねまあこれはね、えー、そうなのかなとは思いますけども例えば2区の九州学院の選手であったりとか、まあ、九州学院もともとですね、えー、プロトタイプを昨年なんか履いていて印象深かったんですけどまあなんかいっのこそ白にしてくれたら よりり目立っっっててかかかやすすたのないう気はしますね赤なんでねちょっとナイキとかとねこう色被っちゃったりしてちょっと見づらかったなっていうのはありますけどこの辺は、えー、もうちょっと入っててもおかしくなかった提供してたチームがあったんではないかなまだ発売前ですからね、えー、入っていたのがちょっと、えー、チェックできて2位の9名ということになります。そして まあご存知第1。ナイキですね。もう一強です。えー、もうおかしいですね。一強すぎて。はい。要は329名中308名。いや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 いいていてたわけですよ。もう圧倒的90%を超えていましたし。 ただですねちょっともう目が痛くなってもう断念してるんですけどアルファとペーパーの違いっていうのはちょっと、えー、全部は集計できていなかったんでこれからまた、えー、目を凝らして見ていきたいかなと思っているんですけど、まあ、一番ちょっと印象的であったのはやはり皆さん購入しているんで、えー、カラーリンがもう全くバラバラであるというところ。 ここやっぱりこう親御さんとかの財布ひ紐はね本当に緩まざるをえないぐらいにえ大変であろうと思えたんですけれどもまあそれぐらいこうナイキ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 しかもまあアルファも多かったですしまあその辺がねえこう印象というかもうそこしか目が入ってこない。 いう,ふうな感覚がありましたねやっぱ男子は本当にナイキ一強だっったたのかなと思っていますただ今言った通りですね買ってる人っていうのは多いので今後他のタブランドで、えー、例えばアディオスだったり、えー、水野のね、えー、デュエルネオとか評判がどんどん良くなってくれば学生同士が買うっていうのは高校用の、えー、パターンになってくるのでやっぱ先輩が使えば履くというところで この勢力図っていうのがどのように今後変わってくるのかは興味深いかなと思っています。まあ、ひとまずナイキ圧勝ということですね。で、また今度はですね。女子の方もチェックさせていただいて、その勢力図っていうのもご紹介できればと思っていますえ、今回は昨日行われた全日本高校駅伝。伝 えー、ランナーの方々の足元をチェックをさせていただきました。この動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。感想記念にマキナでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。